ただいま第3回ドラフト会議を行います。監督入場。優勝。入場。ああ、どうもどうも。昨年優勝。巨大外野。大輝監督。昨年2位、夕張メロン。正義。昨年3位、小錦トリア。強兵代表。いつも代表で。国技。そして会議に伴いまして、ここで一つ報告がございます。昨年と再会。寝れる時寝ときやす。監督リボン監督の退任式を行います。入場お願いします。体調不良により来季からユニフォームを脱がれます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではドラフト会議を始めていきます。開始。今回の、ドラフトの目玉なんですけども、DeNA 宮崎選手。まあここら辺はやっぱり、まあ、目玉でしょうね。で、目玉、そうですね。そしてサードもう一人宮崎選手。ここら辺もね素晴らしい、選手でございます。そしてラスト、まあ、巨人のマイコラス。マイコラス、あ、そうですね。強豪必至と言われてますよね。やっぱ1位を潰しに行くには、取らなくてはいけないと。そうですね。まあ、ここら辺はやっぱり楽しい抽選が行われるんじゃないでしょうか。ということで、ドラフト会議の方に参りましょう。第1位、選択希望選手。巨大。石川歩夢。千葉。来ましたね。第1位、選択希望選手。夕張。マイコラス。読売。おお。第1位、選択希望選手。小錦。マイコラス。読売。第1位、選択希望選手。エビス。マイコラス。ここで来ました、マイコラス強豪。お前来ると思ったから僕は石川さん取ったんですよ。やはり、ここは。マジか。そして、石川選手の交渉権獲得。ありがとうございます。まさか石川できましたね。いや、俺迷ったよね、石川と。うん。大輝がね、まさか来るとは。なるほど。じゃあ最初ジョナサンと落としたんですよ。おーおー。でも正義を見てて弱っと思って、うん、BB だと思っててドロップカバーがなくて、そしたら石川が強かったから石川に変えました。おー、石川はいい正義変化球持ってた。あ、だからハズレ1位で取ろうとしてた。まあもし当たったらって感じですね。それでは抽選の方に参りたいと思います。もう初めての3強豪じゃん。マジかよ。てかもうかぶるのがもうやだわ。かぶる時でも外れたらもう分かる。はい、うわー、ここ欲しい、マジで弱いチームか、弱いチームか。あ、やった印がついてた。印ついてた。あ、あの二重丸がついてた。一応、メイジャーさんなんで、一応、あ、あ、OK、 神の左手で、で、周りにも見えないの。はい、来ました。それでは、開封の方お願いします。来た。うわー、来たまたお前ドロップカーブのやつするやん。また来た。しとんなよ。ほんまにやめろよ。やった、ありがとうございます。投手不足だな。
それでは第1第1選択希望選手ユーバユーバ近藤健介北海道日本ハム第1選択希望選手エビス宮崎横浜 DeNA取れました。でかいですね。野手2人とも野手と。うん。少しもないですよ。そうですね。もうリーグ戦で通用する人いない。そうですね。もういないんでね。ご行かせていただきました。ここがもうドラフト終了ということで。終了ということで。はい。3連覇狙います。頑張ります。おお。選択終了でございます。第20位選択希望選手。選手ユーバリ。山崎横浜 DeNA 第2巡選択希望選手小西海海だ福岡ソフトバンク海第2巡選択希望選手イビス、海、福岡、ソフトバンク。ここまさかの、ここマジで取りたかったのよ、これ。どうしよう、補修チームなんだ。だると思った、今。海って言った瞬間。危ない、俺、今度どっかバイプレイ。マジ、また競合。さあ。よし、行きましょう。こいつ、強いんだよな、ほんで。引きが。え？うわ、どっちやろう。よし取りました。カイね、相性いいんよ。ほんで打つのも、あ、これはでかい。じゃあ今日はい、第20選択希望選手小錦内川福岡ソフトバンク。おお、やった。ここへ来てソフトバンク潰し。やっぱりそう、やりましたね。ミートバッターが欲しかった。俺はずっと言ってたね。ああ、そうだね。ミートの天才西川さん。おお、正義の選択終わりだもん。選択終了でございます。じゃあいきます。まあ第30選択希望選手小錦鈴木大地千葉ロッテうえー、いきましたね。第3巡選択希望選手エビス梶谷横浜 DeNA。 ここはね、欲しかったです。外野これで固まったんで。あいつはもう使えんじゃん。いや、俺と相性がいい。誰、鈴木。あ、セカンドが本当いなくて。あ、セカンドなんだ。そう、セカンドで、セカンドで今一番余ってる選手で使えるのが鈴木大地。あ、じゃあ宮崎欲しかった。宮崎、使うの？俺サーブですよ。あ、マジで。あそこはもうリサーチ不足だ。どうじゃん、京平さん。そっか、俺ラストか。どうしよう。ちょっと京平さんも今回終了じゃん。これ終了で。何でも取れると、俺は。あ、はい、いきます。第4巡選択希望選手エビス雄平東京ヤクルト。これね、リサーチしたんですけど、2軍にいるんですよ。あ、そうなの。雄平、めっちゃ有能です。掘り出し物だった。掘り出し物ですね。取らせていただきました。はい。さあ、全選択が終了しました。いやー、マイコラスがやばかったな。ちょっとね、今シーズンあんま希望ない、僕は。あ、マジっすか。はい。マイコラスを取ったらもう優勝絶対だったと。まあそうですね。やっぱりね、もう打てないってことは分かってるからね。そうなんだ。ドロップだ。こいつがドロップ2つ持ってんだ。そう。やっぱドロップ扱いや。ドロップ2つ。なんとかいる。強兵に大挙潰してもらえば、我々は。あ、そうだね。ありますか。ちょっと面白い試合になる。大事には。いやー、これで第3回のね、ドラフト会議も終わって、ちょっとこれからまた面白くなりそうじゃないですか。はーい。じゃあ、チャンネル登録、高評価お願いしまーす。よいしょー。対談選手も対談も、ね、左見てみ。左。やべえやついるよ。すごい。SC リーグを対談した人がいる。あれ、何してんすか。一言お願いします。一言お願いします。クラブはねえ、こんだい。
バイバイ。マジのやつだ。